茨城県道185号繁城板子線、なめ方一蔵川茨城県道185号繁城板子線は、茨城県なめ方市繁城から、板子市に至る、一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、行方郡北浦村大和繁城を起点とし、行方郡浅尾町を経由して、行方郡牛堀町とする区間を本路線とする、 県道半城牛堀線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号1 8 5号となり、2001年には平成の大合併により、牛堀町が合併消滅して、伊子市と解消していたことから、県道半城伊子線に解消している。道路法の規定に基づき、伊藤市根小屋伊藤市、牛堀間は、緊急輸送道路として、 機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット AB、道路の区域の変更、茨城県法、 1> 第119号、P7、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P12 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、共用開始、茨城県法号外、ピアニッシモ、2、7、道路の区域変更、共用開始、昭和45年6月25日、 茨城県国時代902.912号、茨城県法号外、ピアニッシモ37、道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法第5953号、ピアニッシモ36、道路の区域変更、供用開始、茨城県法第6020号、ピアニッシモ24、道路の区域変更、供用開始、 茨城県法号外第146号、ピアニッシモ34、道路の供用開始。茨城県法、第6947号、P7、道路の区域変更、道路の供用開始。茨城県法、第7049号、ピアニッシモ67、道路の区域変更。茨城県法、第7075号、P6。 道路の区域の変更、茨城県法、第608号、P4、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ。82、県道の路線名の変更、茨城県法、第1249号、P14、道路の区域の変更、茨城県法、第1329号、P9、 車両制限例の規定の基づく道路の指定、茨城県法、第1955号、ピアニッシモ1516、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2980号、ピアニッシモ1828。ありがとうございます。